こんにちは、こじこじです。今回はハードオフで訳あり中古ということで購入しました。こちらのミドルクラスのハイデゾ対応オーディオプレイヤー FIIO X3、 動作確認して実際にどんな感じだか紹介します。こちらが今回購入した FIIO のハイデゾオーディオプレイヤー X3 セカンドジェネレーションです。発売が2015年、その当時の販売価格が3万4000円前後ということで、その当時ねすごくね気になっていたんですけども、1年ぐらい悩んでいたら、ちょうどね2016年の終わり頃、こちらのソニーのねハイレゾオーディオプレイヤーが発売されて、結局ねソニー製ということでこちらを購入してしまったんですけども、それからもねずっとこちらのプレイヤー気になっていたところ、たまたまねハードオフで訳あり中古ということで4320円で購入しました。パッケージなんですけども、正面このような感じになっていて、黒に赤でフィーヨ、そして赤に銀で X3 とね、さすがその当時3万4000円、高級感のあるパッケージとなっています。でサイドもこのように黒と赤に銀でフィーヨの X3、反対サイドもこのような感じ。後ろ側には詳細なスペックが書いてあるんですけども、これに関しては後ほど紹介します。それではね早速開封します。一度ねハードオフの店頭で中身の方見させてもらったんですけども、かなりね状態の方は良かったです。で4320円、まあ訳ありの中古なんですけども、安いと思いますか、高いと思いますか。僕は個人的にすごくね安いなぁと思って購入したんですけども、ちょっと開けづらい。それではオープン。このような感じでしっかりとね袋にも入っている感じです。前の持ち主さんあんまり使っていないのかなといった感じがします。でプレイヤー全体的にもこのような感じで、画面もほぼね未使用なぐらい傷がないですね、無傷で。こちらのサイドもへこみとかねすれとかない感じで、ただねこちらの面ですね、 SD カード挿すスロットの面、こちらにね打ち傷があるぐらいかなといった感じです。それ以外ほぼほぼ無傷の備品ですね。でプレイヤーはこんな感じで、他の付属品に関しましてもまず保護ケースですね、保護ケースがついてて、そして保護シートですね、これは液晶用、そして液晶用2枚目で、背面用の保護シールで、こちらがラインアウト用のケーブルですね。でその他にデコレーション用のシール、黒のレザー調のものと木目調のシールと、なぜかなんかアメリカの国旗のねシールですね。でクイックガイドと、そして下にねちゃんと日本語のユーザーズマニュアルが入っています。それでは早速使ってみたいと思います。今回ね CD 音源を可逆圧縮したものと、ハイレゾ音源のねお試し版、あと流してもいいように YouTube のね音源を SD カードに入れました。SD カードは普通にね横から刺すだけなんですけども、向きこっちですね、後ろ目に対してこの向き、こんな感じですね。カチッって音が鳴りますね。で電源がこちら、長押しで1、2、3、4、4秒ぐらいでねつく感じですね。FIIO X3 ということで、ちゃんとね画面出ますね。それでは今回訳ありの中古ということでね、こちらのホイールの効きが悪いということなんですけども、一体ねどうでしょうか。まあ、確かにちょっと効き悪いかな。戻ったり行ったり来たりしちゃう感じですね。ぐるりと一周すると、あ、ちゃんと動く箇所もこの辺ちゃんと動いてる感じするんですけども、ラグがあるのかなんか、ああ確かに動いてない感じしますね。ただこちらのねボタンを使うことによって、こういった感じでも操作はできるので、まあこちらのねホイールが
今うまく動いたんですけども、うまく動くときとうまく動かないときがあるみたいで、うまくいくとねこう動きます。真ん中押してこのようにね SD カードと OTG っていうのが選べるんですけども、 SD カードしか入ってないはずなので SD カードを選択します。やっぱりなんかここもなんか上下、あ、これでも上下動く感じ、うん、これでも上下動く感じですね。ここで上下行くのか。はい、今回ねちょっと適当にいろんな曲入れてみたんですけども、とりあえずお試し音源のこちらですね、ハイレゾ音源聞いてみたいと思います。動く、はい、ということでこのように再生されましたね。あ、しっかりとねこのね何ですかね、スクリーンの絵も表示されています。しっかりと 96kHz の 24bit フラッグ音源ということで再生されています。それでは続いて個人的にね入れた音源聞いてみたいと思います。こんな感じでフォルダー管理でね使えるので非常に操作簡単ですね。それでは再生。はい、アルバムアートとかがないとこういった感じのシンプルな画面になります。 CD 音源ジカなので 44.1kHz の 16bit になっています。それでは少し詳しくスペックについて見ていきます。まず最初に DSD ネイティブ再生機能とデュアルクリスタルオキシレーターということで、CD 音源などは 44.1kHz なんですけども、その倍数用の推奨発信機と 48kHz の倍数用の推奨発信機2つね搭載されているということです。また DSD を再生するためにチップがね別途搭載されているようです。フィーヨのオーディオプレイヤー X3 セカンドジェネレーションなんですけども、フィーヨ内でもミドルクラスのハイレゾオーディオプレイヤーということで、上位機種に X5、 今は X7 もあったと思うんですけども、廉価帯の X1 などがあります。ただ搭載されているチップに関してはハイエンドグレードの IC アーキテクチャーということで、 DAC に CS4398、オペアンプに OPA の1642、ボルテージアンプフィルターに同じく OPA の1642、カレントアンプフィルターに LMH の6643が搭載されているということで、かなりねこだわった作りになっているようです。ここで対応しているファイル、対応フォーマットに関して紹介します。16ビット以下だと MP3、AAC、WMA などが対応しているということです。続いてハイレゾ対応のフォーマットに関しては、フラッグ、ALAC、AIFF、DSD などが対応しているようです。最後に本格的なオーディオと接続して音を出したいと思います。フィーヨの X3 セカンドジェネレーションなんですけども、上部にラインアウトと光出力の端子があるので、僕が持っているソニーのウォークマンや以前改造して大容量ハイレゾ化した iPod mini などのように、こういったねスタンドを用意してラインアウトに接続しなくても、フィーヨ X3 単体で接続することができます。ヘッドホンアウトにね接続してもいいんですけども、中のねオペアンプの音を通して出てしまうので、できればねアンプを通す場合はラインアウトからね出した方がいいということです。それでは接続、著作権的に大丈夫そうな YouTube の効果音を再生します。
ということで、訳あり中古で購入したフィーオ X3 セカンドジェネレーション、ホイールがね誤作動してしまってうまく動かせないんですけども、ボタンだけでもね操作は可能なので、音楽を聴くだけだったらねぶっちゃけねそんなに問題なかったりします。また USB DAC モードというのがありまして、パソコンと接続することによって外部音源デバイスとして認識されるということでね、外部のサウンドボード的なね使い方もできるということで、いろいろね楽しめるんじゃないかと思います。この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらに他のね動画があるので、まだ見ていない方いましたらよかったら見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。